はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ストレスでも血糖値が上がります。まあ、いきなり悩んって感じなんですけども、あのね、ストレスっていうのでもね、血糖値がね、上がってしまうんですよ。これ意外ですよね。まあ、このね、調べてたら分かったんですけども、このストレスでね、イライラして興奮状態になって、こう血圧がね、上がっても、この上がりきってこう急降下して、まあ、貧血気味になってふらっとね、こう倒れてしまうことがあっても、こうなんていうんですか、やっぱストレスとね、血糖値がこう結びつくっていうイメージがね、僕にはなかったんですけどもね、まあ、どうやらね、その体のメカニズムでね、ちゃんと血糖値がね、上がるようなんですよ。確かにね、その血圧が高めで、体の調子になんとなくこう違和感を感じてて、なおかつこの体重がね、減らない時期というのは、まあ、イライラまではいかないんですけども、まあ、心が穏やかではなかったというか、まあ、そんな感じの日々がね、ちょっと続いてたんです。まあ、その間にですね、知らず知らずのうちにこうストレスを感じて、その影響で血糖値が増えて、体重が減る体のこのサイクルってあるじゃないですか。体の体重が減っていくサイクルがあるんですよ。そのサイクルになってなかったとね、自分で感じてました。でそこで、今日はね、ストレスと血糖値の関係にまつわるお話なんですけども、人間はね、ストレスを感じるとね、副腎というところからね、コルチゾールというホルモンが出ます。まあ、ちなみに副腎はですね、コルチゾール以外でもアドレナリンとかもね、分泌される臓器で、まあ、左右の腎臓の上の部分に、まあ、一つずつあって、とっても小さなね、臓器なんです。そんな副腎っていうところはですね、皮質と髄質っていうのに分けられます。コルチゾールは皮質の副腎皮質から分泌されます。でホルモンの一種でね、この心身がストレスを受けるとですね、急激にこう分泌が増えることからね、これはね、ストレスホルモンとも呼ばれてるんですよ。コルチゾールの分泌過多っていうのはですね、こうストレスから身を守ろうとしてね、起きる現象なんです。まあ、パッとこの瞬間的なね、量の増加にはね、問題ないんですけども、長期的なストレスにさらされるとですね、この脳の海馬をね、移植させるね、ことが分かってるんです。でさらにコルチゾールの分泌はね、免疫系、中枢神経系、代謝系などのね、この体の様々な機能にね、影響を及ぼします。まあ、その影響っていうのはですね、まあ、例えばなんですけども、うつ病患者さん見てるでしょ。その人たちのね、コルチゾールの、ね、量を測ったらね、高いっていうことがね、分かるんでね、そこからもね、そういうことが分かってくるんですよ。つまりですね、コルチゾールっていうのはストレスと心身のね、その健康状態を結びつける大切なホルモンなんです。まあ、今のね、この世の中のコロナ禍でね、やられてるし、まあ、現代社会でね、こうストレスと無縁の人はね、なかなかいてないと思います。会社やお家とかね、人間関係、まあ、そのレベルにそれぞれ差があってもですね、心身に何らかのね、負荷がかかるのはですね、生きている限り仕方がありません。まあ、僕らみたいなね、その病気を患ったことある人間やったら、その病気に関するストレスもありますからね。しかしですね、ストレスを受けることがね、慢性化しているその病気とかメンタル悪化につながることはね、まあ、仕方ないと放置もできません。ストレスは心に影響するだけでなくね、この肉体にもね、具体的な変化をね、与えます。まあ、例えばね、その、まあ、会社やったらプレゼントがあるじゃないですか。あと舞台のね、演劇とかのね、緊張する場面に立つとですね、コルチゾールの値はね、10分20分の間にですね、2倍3倍まで、ね、こう増加することが分かっているんです。それよりもね、ストレスがね、脳の支障に働いてね、脳下垂体からね、出る副腎皮質刺激ホルモンをね、介して副腎皮質ホルモンに影響を与えます。これはね、脳下垂体、下垂体、副腎連環と言います。で、このね、脳下垂体、下垂体、副腎連環をね、HPA アクシスと言います。脳にかかったこのストレスというのはですね、この HPA アクシスを介して副腎に影響を与えて、体全体の代謝に、ね、影響を与えるということなんです。で、コルチゾールは体全体のいろんなこの臓器に作用して、糖質や脂質、タンパク質などの、ね、代謝に、ね、影響を与えたり、血糖を上げたり、体の炎症やアレルギー反応を抑える働きがあります。過剰なストレスがかかるとですね、これらの様々な代謝のバランスが崩れて、体のバランスが崩れ始めるという
ことなんです。ほんでね、コルチゾールの分泌が最も多い時間帯はね、朝だと言われています。そして夜には少なくなって、体の一日の活動リズムを整えてくれます。ところがね、過剰なストレスがかかってたらね、その活動リズムが崩れることでコルチゾールの分泌が慢性的に増えることがあります。するとね、不眠症やうつ病などのね、メンタル不全とかっていうのとかね、あと生活習慣病などのね、ストレス関連の疾患に、ね、つながるケースが多くなることが分かっています。ところがね、ストレス言ってますけどもね、このストレスっていうのにはね、もう嫌なことばっかりじゃなくてね、楽しいことにもストレスがあるんですよ。例えばね、旅行の前の日やね、結婚式などってワクワクするようなことがあってもですね、体に負荷がね、かかっていることにはね、間違いありません。そのためにですね、いくらプラスのね、めっちゃいいことがあってもですね、あの昼夜逆転の生活が続いたりすることでね、コルチゾールの分泌バランスが狂うと、体にね、影響が出やすくなってしまうものなんですよ。そんな乱れてしまったね、コルチゾールの分泌のバランスを整えるにはね、有酸素運動が有効です。まあ日常的にね、サイクリングやジョギングなどのね、有酸素運動をしている人はストレスに直面した時にですね、運動の習慣が少ない人よりもコルチゾール分泌が少ないという検証結果も出てます。まあ有酸素運動をね、あの体に負荷をかけるという意味ではね、まあストレスと一緒なんですけども、またね、筋肉を使った運動っていうのは、まあ無酸素運動と言われるような運動ですよ。激しい瞬発的な運動というのはですね、酸素やエネルギーをね、必要としてコルチゾール分泌がぐわって進んで、もう心臓の鼓動がぐわって速くなってですね、血圧も上昇します。有酸素運動、筋肉を使った運動、これをね、繰り返すことで、体は適度なストレスと運動終了による、あの分泌コントロールにね、体が慣れていきます。そして実際に仕事や人間関係でストレスがかかった時もですね、コルチゾールを適度に分泌することができて、体のバランスが維持されるという仕組みになっているんです。そしてね、コルチゾールの働きはね、ストレスに対抗することだけにとどまりません。肝臓で糖を作り出す、脂肪を分解して代謝を促進する、免疫抑制、抗炎症作用を持つ、筋肉でタンパク質を代謝する、でこのような働きを持つね、とても有益なね、ホルモンなんですよ。そんなコルチゾールのね、正常な分泌を助けるにはね、製造所である副腎のケアが大切です。副腎はね、先ほども言いましたけども、左右の腎臓の上の部分に一つずつある小さな、とても小さな臓器です。しかし副腎にストレスがかかってしまうと、十分なホルモンの量が作れなくなってしまいます。でその状態を副腎疲労と言います。もしね、まあ今から言うようなね、あのお話しするようなね、症状が長く続いているのであればね、副腎疲労が疑われます。常に疲労感があって、何をするにも億劫になってしまう、朝起きれない、または起きた瞬間から疲れを感じている、寝つきが悪い、睡眠の質が下がって熟睡できない、集中力が低下して物忘れが激しくなる、新しいことに取り組もうという意欲が低下する、風邪をひきやすくなる、まあざっとね、挙げましたけどね、これらの症状は疲れているからと片付けられがちなんですけどもね、肉体的疲労にとどまらずにですね、副腎自体が疲れている可能性があります。副腎疲労をね、少しでも解消して、コルチゾールの分泌バランスをね、正常に戻すことで、メンタルの不調の改善もね、見込めるはずです。あのね、副腎疲労があるとですね、もう言いようがない、もうなんて言ったらいいか分かれへんようなね、不安感とかね、倦怠感に襲われます。またね、その朝のだるさとかね、まあ、食欲、性欲、不振とかね、もう何事にも意欲的に取り組むことができなくなるほど、生活全般にね、大きな支障が出てしまいます。まあ、その状態を何とかしようとね、そのカフェインとかね、まあ、コーヒーですよ、そんなのをね、たくさんガーって取ったりする人もいますけどね、それは単なる対症療法にすいません。まずはストレスに負けない副腎を取り戻してですね、まあ、そのためにも副腎の回復をしっかり支えられるように原因に対しての治療を行うことが大切です。まあ、嫌なことがあってね、イライラするとね、心だけでなくね、血圧も血糖値も上がってね、暴飲暴食をしなくても、もう体重も減らし、むしろ逆に増えてしまうしね、ほんで糖尿病になってしまいます。まあ様々なストレスに囲まれて生きている僕たち人間はですね、体と心の状態をコントロールするためにもですね、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌をね、正常に維持できるようにすることが大切です。まあまだまだコロナ禍ですけどもね、まあ、できるだけリラックスを心がけて、セルフマネジメントをね、していきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。